改めましてこんばんミスティ下野ひろです。こんばんミスティ梶幸です。さあといったところでですね、はいはい、まあ20回目ということなので、うん、少しこう普通歌をね、はいはい、多めに紹介していきたいっていうか、結構ね20回おめでとうっていうのもそうなんだけど、うん、新入生だったりとか新入社員だったりとか新生活だったりとか春ですからね、もうね始まる時期でございますから、うん、そうです。ひろさん、なんでお花の匂いがするんですか？ああ、花の匂い、うん、なんだろう、さっきまで菜の花畑にいましたもんね。そうそう、あたいそこにいてこうお花をずっと黙れよあのね、ファンの人からね、うん、石鹸とかさ、よくもらわない？それで、もらいますね、うん、お風呂グッズとかすごい多い。すごいもらうでしょ、うん、そうそう、だからね、多分ね、それでそんな汚いと思わすんだ。え、そんなに汚いと思う？そういうことじゃない、 そうじゃない。でもなんかね、話聞いたら谷山紀章氏も、うん、今度高6にいらっしゃる、はい、来ますね、紀章さんもやっぱり入浴剤もすごいよくもらってるとか。あ、そうなんですか。うん、なんか中村くんもそう言ってたしね、疲れてるから、うん、癒してとかなのかな。あ、うん、で、それでお花的な、そう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 、今ちょうど使ってる石鹸がね、なんかラッシュのその多分バラの香りかなんかなのかな。ああ、うん、その匂いですね。うん、多分それだと思うんだけど、皆さんにもこの匂い届いてるでしょうか。届いてるわけがないと思うんだが、届いてたら嬉しいな。さあよし行こうさあ行きましょう。はいはい、といったところで、早速メール紹介していきたいと思います。はいはい、ミスティネームルーさんからいただきました。ありがとうございます。下野さん、梶さん、そしてスタッフの皆さん、こんばんミスティ。こんばんミスティ。第20回放送おめでとうございます。私はもうすぐ高校生になりますですが、うん、同じ中学の人が全員違う学科なので、あ、同じクラスになることができません。あるね。その上、私は自分から友達を作るのが苦手です。そこで相談なのですが、どうすれば自分から友達を作ることができますか？ぜひ教えてください。なるほど。うん、自分から友達を、そうだね、これがなんかこううまく友達を作るきっかけになるかどうかわかんないんだけど、うん、俺高校の時にね、うん、他のクラスはみんななんかこう入ってきたばっかりで、みんな顔を初めて会う人たちばっかりなはずなのに、うん、すごい騒いでたの、うん、はいはい。で、俺のいたクラスって4クラスあって、間になんかこうフリースペースみたいなところを挟んでうちのクラスがあったのね。あるわ、そういうのある。で、他のクラスはすごい騒いでたんだけど、はいはい、あー、すごい楽しそうだな、ガラって開けた瞬間にうちのクラスさ、全員椅子に座ってさ、シーンとしてんの。あー、あるある、そういうクラス。俺最初入ってきた時に、あれ、これなんか特別なことやってる、いや、このクラスだよなと思って入って、最高クラブ、すごい、それぐらい怖かったのなんかもうかった、ちょっと怖かった、本当に誰も喋ってないんだよ、うん、で、みんなずっと席に座ってんの、キョロキョロすることもなく、うん、ほんで、まあ、なんかたまにね、こうちょっと見たりとかっていう風な人がいたけど、うん、誰も喋んないから、あまりにもそこでシーンとしててさ、でも外からはすごい、他のクラスのさ、ギャギャしてんの、もう耐えられなくなっちゃってさ、うん、とりあえず後ろの人に話しかけて、うん、はいはい、まあ、後ろの席がちょうど男の子で、うん、まあ、今その友達とはもうずっと今でも交流があるわけなんだけど、おお、なんか、なんでみんなシーンとしてんのっていう話を小声でしてたら、うん、その子も、いや、わかんないっていう会話から始まり、はい、で、そこで始まったら、なんか他の人たちも、ねえ、なんか先生とかも遅いよねみたいな感じで、わわ、喋り始めて。あ、だから、誰かが、まあ、誰かがっていうか、やっぱルーさんが、自分からこう話しかけていく。うん、なんか、ちょっとでもいいから、どこ中みたいな話とかさ、うん、そうですね、うん、そういうところからまあまあちょこちょこ話していったりとかっていうのがやっぱりベストではないかなと。うん、僕もこれ中学生になったばっかりの時に、うん、僕かなんで3番目だったんですね、席が。うの友達、おの友達でかなんだ、梶幸です。で、そのうの友達が僕と同じ小学校で一緒にサッカーやったりして仲良かったんで、このおの友達が知らない子だったんですけど、うんうん、なんかもう今思えば絶対できないんですけど、なんかそういう漫画の主人公みたいな感じで、僕梶幸みたいな、君はみたいな感じで握手しようって握手したって。俺なんで、いや、友達になろうと思って、多分その子も知らない二人に挟まれてるから、すごい、なんか、気が小さくなっちゃうのかなと思ったんで、とりあえずこの三つ、とりあえず三人友達になっちゃえば、オセロ的な感覚でね。そうっす。気が、みんなね、
なんかそこが打ち解ければみたいな感じかなと思って。ああなるほどね。そうです。だからもしなんか一人でも友達がいたらその子とちょっと、ね、そう頑張って一人で行きにくかったらそうしてみると、そこから広げていくっていうのもありだと思ってね、はい。まあ、ちょっと入学の話の時にあれなんですけど、うん、あの卒業式の話していいですか。おうおうおう、これあるんじゃねっていう話があるんですけど、ほうほう、あのなんか卒業の呼びかけみたいになるじゃないですかあの卒業式がね在校生が卒業生に送る時の言葉で、うん、なんか暖かな春の日差しが降り注ぎ、うん、みたいな、まあまあから始まりますよね、うん。まあ地域によって違うのかもしれませんけどね、まあ、いろいろねあるけどね。その時に思い出いっぱいの校舎に見送られっていうフレーズがあると思うんですよ、うん。で普通に思い出いっぱいの校舎に見送られって言えばいいのに、なぜか僕の学校というか地域、うん、誰に聞いてもそうだったんですけど、思い出いっぱいの校舎に見送られって言うんですよ変に伸ばす字、変な節がつくんですよね。あるでしょ。校舎ではなかったけど、うん、なんかそんな言い回しあったよ。思い出いっぱいの校舎に見送られっていうのもね、あった。スタッフもさっきあーあーって言ってたんですよ。これ皆さんどうですか、皆さんの地域ではこういう伝統的な言い回し、ね、つかさ卒業式のさあの言い方ってさ、なんかこうみんなで揃えたりとかそういう風なのもあるしさ、うん、誰か一人が代表でっていうのもあるけどさ、うん、独特だよね言い回し方。そうなんですね。どれもでも多分これってまあ大体その小学校の時とかって、うん、4年生ぐらいからこう卒業式に参加しだすじゃないですか。 4,5 年生ね。あまあまあそう5年生とか、そうそう、まあ、確かにね。で多分やっぱ憧れるんですよ卒業生に、うん。だからその前の代の人たちとかがそういう感じで言ってると、うんうん、もうそういうイメージみたいな感じです。ああなるほど。だからそれを真似して追っかけると。そういうことなのかな。違うかな、わかんねえ。ありますよねでもそういうの。確かにあるね。いやでももっとスッと言ってもいいんじゃねえかなって、みんなで揃えて言うにしてもなんかもう少しねえのかなってって思うときはたまにあるね。あ例えばなんかこう楽しかった運動会って言われたらみんなで運動会って言うでしょ、じゃなくて楽しかった運動会でもいいんじゃないかなって思うんだよ。だけど必ず運動会って。じゃあ試しに下野さんは、うん、その自分が思う運動会を言ってください。俺は運動会って言いますね。分かった分かった。楽しかった運動会、運動会なっちゃうでしょそっかバラバラになるからか。みんなで合わせるにはやっぱりこうある。でもさ卒業式のさ、うん、あのさセリフってさ何回も練習するでしょ。するんだったらそんな節回しやねんじゃねえかな。運動会の思い出をこうイメージしながら、うんのあたりでパン食い競争とかどうで、この楽しかったお弁当とか、それで会で最後リレー運動会。本当に思い描いてた。次のメールです